復讐は、お好きは、アメリカ合衆国の作家カール・ファイア・センによる、サスペンス小説。英国推理作家協会主催のクア賞、最優秀長編賞である、ゴールドダガー賞候補となった。日本では、文庫翻訳ミステリーベスト10、週刊文春ミステリーベスト10、このミステリーはすごい。で、それぞれ2位にランクインした。 夫に殺されそうになった妻による復讐劇が大筋であるが、その大半が国立公園に指定されている湿地帯エヴァーグレーズの環境汚染についての批判が込められた作品である。2011年7月5日、ハリウッドリポーターは HBO による本作の映画化もしくはミニドラマとしての映像化を報じた。結婚記念のクルーズ旅行の最中、夫、チャズによって、 海に投げ落とされた上位ペローネは、偶然とジャズの知識不足とが重なって九死に一生を得る。夫が自分をなぜ殺そうとしたのかわからない上位は、その理由を突き止め復讐するため、漂流していた自分を助けてくれた、元検察局捜査官のミックと組み、自分は死んだと思わせたまま、ジャズに数々の復讐を仕掛ける。 ハイアーセンの作品は主に推理小説に分類されるが、人間のどに抑や肉欲、無知から引き起こされた困難な状況に置かれた人々を、風刺的かつ喜劇的に描写している。ありがとうございます。